固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。つながってる、輝いてる、あなたの笑顔を夢見てる。テルミックは国内外の幅広いネットワークを通じて日本のものづくりを支えています。素敵な未来が待ってる、テルミック。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。皆さんこんにちは。テルミック社員のリンリンです。こんにちは。同じく社員のノンノンです。ノンノン、この前取材されてたね、はい、そうですね、初めてテルラジを取材していただきました ね。 SDGs のコーナーを聞いて、そうそう、あのテルラジのね、あの製造業がラジオを始めたっていうことで見つけてくれて、で SDGs をテーマにしてたっていうことで取り上げていただきましたね。そうですね。なんだっけ、電話来た時なんて言われたの、ま、え、ノンノン、あ、そう、あなたがノンノンさんですかって言われました、ね、いや本当にその担当者記者の方本当にたくさん調べられてるんだなって、いや本当に思いました。いや本当に感心したというか勉強になったなって。そうですね、東京のメディアさんだったので、まあ、嬉しかったですよね。東京まで、ね、テルラジのことを、いや嬉しいですね、知っていただいて、もう発行されて販売もしてる時期じゃないですか、ね、そうですね、もう2月初旬には出るっていうことを伝えていただいているので、まあ、ツイッターでもね、アップされてアップしてますので、テルミックの、そうだね、ぜひ皆さん見てくださいね。フォローもお願いします。はい、ではリンリンから会社説明の方お願いいたします。はい、まずはテルミックとはどんな会社なのか、私リンリンからご紹介させていただきます。創業33年目の愛知県刈谷市にある鉄工所で主に金属部品を加工する製造業です。今では常滑、千流、県外には島根県松江市にも営業所があり、国内外とお客様を結ぶプラットフォームの役割を担う企業を目指しています。鉄工所というと男性が多いイメージがありますが、テルミックでは7割が女性。社員食堂がカフェ風だったり、オフィス、工場もとても綺麗なので、私たち女性も働きやすい会社です。今収録しているスタジオは刈谷市にある本社の横にあるラジオブースで収録しています。 YouTube で番組収録の様子も動画配信いたしますので、皆さんぜひ見てください。詳しい情報は番組の最後にお伝えしますので、最後まで聞いてください。この番組は固い会社の固くない話というタイトルにもあるように、鉄という固いものを作る製造業の私たちが面白いものづくりをしている人をご紹介したり、製造業ならではの楽しいお話をご紹介する固くないラジオ番組です。鉄工所のイメージがガラッと変わるお話を通じて、リスナーの皆さんが製造業をより身近に感じていただけたらなと思っています。もちろん同業者の皆さんもぜひ聞いてくださいね。ただいまお送りした曲はレッドベルベットのフィールマイリズム。毎朝身支度をしながら聞いています。この曲を聞いて、よし今日も頑張るぞという気持ちになれます。とってもお気に入りの曲ですとのことです。ラジオネームアラチルさん、リクエストありがとうございました。ものづくりの固くない話。このコーナーでは製造業にまつわる人やさまざまな業界の方をゲストにお招きし、業界ならではのお話や新しい取り組みなど、テルミック田中社長とクロストークをしていただきます。ここからは田中社長にも登場していただきましょう。田中社長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また来ました。お願いします。今回のゲストさんは先週に引き続き、愛知県あま市に本社を構える株式会社山田製作所代表取締役山田秀人さんと常務取締役山田剛さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では簡単にまずは山田社長から自己紹介お願いします。はい、山田製作所山田秀人と申します。会社は、丸をまん丸にする会社っていうキャッチコピーで、製品をまん丸にすることにこだわって、また地域とか皆さんとの輪を大切にっていうことを意味込めて会社の方を運営しております。よろしくお願いします。お願いします。では常務山田さんもお願いします。はい、弊社ではですね、7割近くの女性スタッフが働いております。前職が、エステティシャンであったり歯科助手であったりとかですね、あと保育士さんだったりと、さまざまな前歴を持たれている、スタッフがおりまして、とても和気あいあいとした会社になっておりますので、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はね、どうしてこう7割、女性が7割になったのかとか、そういった過去のお話をしてもらったんですけど、はい、今週はね、今後の展望とかを少しちょっと聞きたいですね。ちょっと真面目な、ね、話聞けたらなと思うんですけど、はい、どうですか山田社長。研磨に関して技術的なところの深掘りっていうのはずっとここ20年以上やってきまして、はい、ただそれだけではだんだん仕事っていうのはだんだん標準化されて、つまらなくなる。ロボットだったりで IoT だったりっていうのは最終的にはつまらない要素になるなって思ってますので、はい、今後新しいイノベーションを起こすっていう意味でいろんな地の探索みたいなことをやってまして、全然違う、例えば、飲食業だったりとか、この間は佐藤繊維さんって繊維の会社行かせてもらったりとか、あと石鹸の会社だったりとか、いろんなところ見させてもらって、そういったところとコラボして新しい商品、それも特に検索っていう1ミクロンとかにこだわるんじゃなくて、はい、いろんなものを組み合わせてイノベーションを起こせれたらいいなっていうことを考えてます。なのでちょうど6月ぐらいにスイスフォーラムってスイスに展示会出すんですけど、その時までになんかちょっと他の業界とコラボして面白いものを作りたいなって思ってます。それは別に B2C っていうわけじゃなくて、ただ単にこのビジョンをなんか広めれるようなものが作れたらいいなっていうふうに考えてます。ちょっとさらっと言ったけどスイスどういうことですか。そう思いました。言いたかったんですけど、4年前ぐらいからずっとそういうスイスフォーラムっていう経産省の絡みのことでずっと入ってまして、で、ずっとやってたんですけど、ただ単にこう1ミクロの製品を置いたところで多分ヨーロッパの仕方々に製品って伝わらないじゃないですか。ってなった時にどうやって、ただという意味でもこうテルミックさんとかの取り組みってすごい参考になるんですけど、いろんなこうものを組み合わせてかれてるじゃないですか、はい、そういった要素がやっぱこれからの製造業っていうのが必要、こういう FM だったりとかそういったことがやっぱり組み合わせないと新しいイノベーション起きないだろうなっていうふうに思ってますので、ぶっ飛んでますね。さすが、いやもうぶっ飛びまくってますぶっ飛んでるから2人ともあの呼ばれてると思います。やっぱこういった要素がやっぱ今後必要だろうなっていうのはつくづく感じてます。それは常に毎日考えて、なんか毎日考えてそうですね。毎日自然とふとずっと考えてるような、なんかそうですね、いろんなところを見るとなんか全然違うところに興味が持ちますね。弊社は検索加工メーカーなんですけど、社長が検索加工をしたことがない検索加工メーカーなんです。ああ、なるほど。唯一一回した時にセットして、加工したら機械壊したっていう経歴があってですね、旋盤はずっとやって、旋盤は40歳までやったんですけど検索っていうこうじっとしてこう一箇所にたとどまってなんか加工するっていうのはもう本当無理でして、ただ逆にそれができなかったおかげでそのいろんな組み合わせができてですね、異業種からいろんないい文化を取り入れてっていう形ですね。多動症なので多動症、はい、なのでちょっと一箇所に折れっていうのはちょっと難しくてですね、今日はねじっと座ってもらってね一箇所で、そうですね、なんか刺激しかないね、刺激しかないですね。なんか頭がさかんなんか混乱してくるよね。ちょっと変化が激しくてね、なんかね、こういうことがねなんかのヒントになるんだよね。そうですね、ヒントになるからね。そうですね、すごい。またスイスっていうのがびっくりしましたね。お二人で行かれるんですか、他のなんか営業の子も一緒に。弊社では女性スタッフで英語がペラペラの子がいますので、その二人で行ったりするんですけど、去年もアメリカに二人で資材調達しにですね、海外 の, その、
まあ、グローバル化っていうところもちょっとずつ始めて、アメリカから輸入しているのが実際今売り上げの1割ぐらい占めてるので、すごいですね、うん、なるほど。今後海外展開っていうのも考えてます。まあ、テレミックさんみたいにいろんなところにってことはないんですけど、まあ、でヨーロッパってなるとちょっとまたハードルが上がるので、そうですね、はい、なんでそこにもちょっと、でもそこは多分普通のものを作りではなかなか難しいと思うのでっていう、違うものをってことですね。 YouTube も結構やられてますよね。そうですね、あのもう私のちょっと素人レベル の, あの撮影でなんですけど、あのそういう加工をしてる女性スタッフにフォーカス当てた動画だったりとかですね、あの、まあ、社員の、まあ、雰囲気だったりっていうところもちょっとずつ、はい、あのアウトプットできるように今発信してってます。だから YouTube、ね、のなんか YouTube でうちもやれることないかね、一緒にそうコラボしたいですねっていう話を、ね、去年あの会社見学行った際もね、うん、何かコラボしたいですねっていうことを言ってたので、またぜひね、あの、はい、もうあのそういうあの YouTube に出たい女性スタッフが結構いますので、はい、出たい方結構 NG の子じゃなくて、あ、もうそうですね、はい、うん、いいね、すごいですね。じゃあ今年度中になんか、うん、ぜひぜひ双方考えてねコラボしたいですね、うん、それをシリーズ化してね、うん、そうですね、シリーズ化して、あ、ぜひ、あれじゃ最後に固くない話も聞いておきますか。そうですね、なんか趣味とかプライベートのことを、ね、では常務から譲らわないで、常務からお願いします。そうですね、そうですね、あと、まあ、基本的に仕事は、僕ら兄弟は結構仕事ばっかりしてるんですけど、うん、まあ、私はあの休みの日はあの犬を2匹飼ってますので、うん、まあ、犬 の, あの散歩行ったりとかですね、まあ、犬と一緒にキャンプ行ったりとかですね、家族と一緒にあのリフレッシュしてます、うん、はい。山田社長は、私もあの土日も結構、まあ、田中社長と一緒で、あのこう会社に来ていろんなところ見たりとかしてるのが好きなんですけど、まあ、あのプライベートは例えば夜10時ぐらいからテニスに行って、もうとりあえずヘトヘトになんかもう疲れ切りたいんですよね。なのでそういったことやったりとか、あと疲れ切りたい、そう、もうのあとゴルフのレッスンに行ったりとか、それを週1ずつぐらいはやってます。すごいですね。山田社長は結構雑貨とかカフェとかそういうとこにいるイメージが多いですね。そうですね、そういうのも好きですね。前紹介してもらいましたもんね、あの針金の加工山の、そうですね、あのそういうとこも結構一人でプラッと行ったりとかしてます。すぐ見せ紹介していただいて翌週に作りに行きましたね、うんうんうん、すごくあの、ね、職人さんで、はい、そうですそうです、はい、納期も早くて、いや早くないんですよ本当は本当は2週間かかるんですけど、多分石井さんの、のんのんのリンリンね、リンリン、ごめんなさい、すいません、ジェフがすいません、いろいろ出てきましたね、はい、すいません、どっちでもいいですよそうなんですね。なんか4人兄弟ということでお伺いしてますけど、はい、うん、そうですね、僕らあの10個離れた、今日年は 10歳離れてるんですけど、その間にあの、まあ、私からすると姉が2人いまして、その姉があの結構あの、まあ、性格はパンチ効いてる人だったのであのすごくそこで鍛えられてですね、女性と働く、ね、あの今の職場にも生かされてるかなっていうふうに、糧となってるわけですね。そうですね、はい、もうその昔の糧に乗ってます、はい、今の糧です今の糧いいですね。4人兄弟のじゃあ長男さんと末子さんで山田製作所さんをだからね、すごい有名な会社でね、先週も行ったんだけど、愛知県でもうどこ行っても名前が出てくる。そうですね、そんな資格が全く結構あの誰が僕らからしたらテレミックさんがね、やっぱりそうです、そろそろちょっと時間ね、今回もね、もうあっという間に過ぎちゃったんですけど、この間ね、先週は山田社長にリクエスト曲をお願いしたので、うん、今回は常務にリクエスト一曲お願いしてもよろしいですか。はい、はい、すいません、私もあのいろいろ頑張りたい時とか何か乗り越えたい時によく聴いてる曲なんですけど、うん、サンボマスターさんで輝き出して走っていくです。よろしくお願いします。じゃあ今日もね、はい、山田社長、山田常務ありがとうございました。ありがとうございました。田中社長もありがとうございました。ありがとうございました、はい、以上ものづくりの固くない話でした。のこれだけ覚えれば固いよ中国語講座。ダジャホ、皆さんこんにちは。このコーナーは中国生まれ日本育ちの私ニンニンがおすすめするこれだけ覚えれば固いよという中国語講座です。日常生活で使えるフレーズや製造業の業界用語を中国語でお届けします。放送終了後紹介した単語はツイッターでもアップしますので、ぜひ見てください。そしてフォローもよろしくお願いします。今回は中国の贈り物文化について少しご紹介します。
のの準備はいいですか？これは絶対に覚えてくださいね。はい、私は生徒役で参加します。中国語講座ね、もうすぐ半年経つので、ちょっとね これからまたレベルアップしていきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。贈り物文化ってところで何ですか？中国では発音が悪い意味の言葉を連想してしまうことから、絶対プレゼントとして送ってはいけないものがあるの。あ、そうなんですね、ちょっとそういうのを教えてほしいですね。まあ、日本でも多分そういうのはあるけれども、中国は結構いろいろあって、今日はですね、メインの4つをちょっとご紹介します、はいはい、送ってはダメなものですね。プレゼントしてはダメです、はい。まあ、嫌いな人だったらいいんですけど。あ、わかりました。覚えてくださいね。ちょっと怖いです。はい、はい、まずは時計。時計、これは中国語でジョン、ジョン、はい。次にダメなのがシエ、シエ、これ靴ですね。三世ですか、これは。シエ、二世、二世、そう、シエ。で次に靴、はいはい、果物の梨、リー、リー、これ二世ね、リー。で最後にセンス、シャンズ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 、そうですね。でこれは、うん、何がダメなのかというと、うんうん、時計ジョンっていうのはジョン、うん、発音がなんで終わる、あ、終わるっていう字と同じなってこと。あ、そう、あ、そうなんですよ。だからダメなんだ。発音もそうなので、送っちゃうとあなたとの関係終わるっていうような感じにさせちゃうってことね。そう、ちょっと悪いイメージを想像するからこれはダメね。で靴はシエ、シエ、そう、これも良くない単語で、なのでもうこれもダメなんですね。靴ってでも贈り物で日本ではよくしますけどね。いや本当は、まあ、今だと中国はそんなにこうここまではないんですけど、うん、まあ、ただやっぱりこういうのはダメよって思う方も結構多く見えるので、これは絶対に覚えた方がいいですね。あと梨、果物ね、これはリー、リー、リーはなんか離れるとか離れ離れになるっていう発音と似てるから。じゃあ梨農家さん大変だね。いや梨はね、うう売れるのよ。売れるんだけど、その梨をこう大量にプレゼントだとなんか縁を切りたいのかなとか、ああ、そういうことなんだ、こう思っちゃう人も中にいる。もらったら嬉しいけどね。いや私も梨大好きだからもらわないんだけどね。なるほどね、そうなんだ。でシャンズ、シャンズ、これはサン、散るという発音に似てるので、これも よろしくない。センス、センスもダメなんだ。シャンズ、そうなの、シャンズ、シャンズ、シャンズ、そう。でまあ梨でまた戻っちゃうんだけど、ミンミンはプレゼントされてもいいんだけど、うん、梨っていうのは半分に切ったり、うんうん、5等分にしたりして人と分けて食べちゃいけない、うん、あ、丸ごと食べるの。そう、すごいワイルドだね。丸ごと食べるの。だって、うん、梨ってリーだと離れ離れになるって発音と似ていて、さらに切ってわけ食べるってことはお前と絶好だよっていう風に思わ、なんかそんな風に見えちゃうから。なんかさ、リンゴを丸ごと食べてる人はよく見るの。梨もね、食べるよ、うん、丸ごとかじって。そうなんだ。あ、リンゴも丸ごとかじってる人をよく見るのは、あれはめんどくさい、ね、あ、めんどくさいから、そうそう、そこは違うんだ。そこは違う。だから今日はよく覚えてね、ちょっと復唱するよ、うん、時計、はい、ジョン、ジョン、シエ、シエ、靴、シエ、シエ、シエ、二世ね、シエ、で、梨、リー、リー、で、センスが、シャンズ、シャンズ。これだけはプレゼントするときはちょっと注意しましょう。ちょっと注意します。私頑張りますね、そこは。そうです。リーディーに送らないようにします。いや私はね、全然そういうのはあんまり関係ないというか、そこまで思わないんだけど、人によるんだね。私が誰かにプレゼント、中国の方にプレゼントするとか、ちょっとこれ考えちゃう。あ、なるほど、ね、そうそう。梨も大好きだし、靴とか時計とかもみんないいものだからいいんだけど、なかなか難しいなって思います。リリン、ちょっとまたお時間来ちゃいましたね。もうすぐ時間経っちゃう。、うん、でもよかった、今日は復唱したし、ね、しっかりとプレゼントのことも言ったのでよかったです。でももう覚えました。覚えました。ジョン、ジョン、シェ、シェ、シェ、リー、ナシね、シャンズ。あ、いいじゃん、覚えたね。よし、じゃあ次はちょっと製造業の単語、検査器具とかについてちょっと次は紹介したいと思います、はい、ではまた次回、さようなら。さようなら、再见、再见、再见。ただいまお送りした曲はファンキーモンキーベイビーズのあと一つ。
野球をやっていてとても歌詞がその時の自分と合っていて共感できたからです。ラジオネームエイジさん、リクエストありがとうございました。今日も中国語講座すごく勉強になりましたね。いやもうのんのん上達してる、もう発音もいいしすぐにちゃんとバッチリ喋ってくれるから嬉しい。どんどん進む、嬉しい。あのでもリンリン、あの、うん、またなんか台本のやつ時間がね全然足りなくて教えてほしいのがあったんだけど、うん、ちょっとこれ教えてよリンリン。ああ緑ね、そう緑の帽子も良くないって書いてあるから、そうそう、中国縁起いい色って赤なんだけど、緑もダメじゃないんだけど、緑ってなんかこう悪いイメージがあって、特に緑の帽子とかをかぶると良くないの、うん、これなんでかというと、うん、まあ、男女ともに言えるんだけど、はいはい、帽子かぶってたらね、はいはい、僕彼女に浮気されましたっていうのが、そういう証、そういう証になっちゃうのね。なるほどね。でだからあの実は大和運輸さんって、はいはい、いつだろうな、中国に進出をして、うん、でやっぱり緑の帽子かぶっていて、うん、やっぱり中国の最初それ見た時にみんなびっくりして、うん、でそこで実は大和運輸さん中国、まあ、海外中国では緑じゃなくて白い帽子、はいはいはい、あグレーっぽいな、白っぽいような帽子になってる、ね、そういうのがあるんだね。そうそう、だからそういう文化が、まあ、ちょっとこれを、このラジオを聞いてくれた緑の帽子を持った男の人はみんなちょっとかぶれなくなっちゃうかもしれないです。あそうだね、女性はまだしも、なんか男性はあんまり良くないイメージが強いかな、ね、はい、皆さんお気をつけください。はい、そろそろ時間になりましたので、はい、はい、この番組では曲のリクエストも募集していますので、これをかけてほしいという方はどしどしこちらまでご応募ください。応募方法はビッチ FM 公式ホームページのリクエストメッセージフォームよりご応募ください。またオープニングでもお伝えしましたテルミックのお届けするラジオテルラジの情報は弊社公式ホームページでもご紹介しています。 YouTube、Twitter でも随時配信していきますので、ぜひフォローお願いします。オンエアが聞けなかった方は過去の放送回の配信も行っております。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music のアプリでスマホやタブレットがあればどこでも聞けます。こちらもぜひお気に入り登録をお願いいたします。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ、お相手はリンリンとのんのんでした。また来週、さようなら。つながってる、輝いてる、あなたの笑顔を夢見てる。テルミックは国内外の幅広いネットワークを通じて日本のものづくりを支えています。素敵な未来が待ってる。テルミック。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りしました。